吉谷さん究極のレビュー動画ありがとうございましたで、私もですねレビュー動画の作り方を一つ解説していこうかと思います、まあ、私は昭和47年生まれなんでいわゆる昭和の文化にねかなり心奪われてきたわけなんですけどもその中でですねうんこれは外せないなっていうのがあるわけですよそれは私が小学生から中学生の頃熱狂的にですね指示したこっそりと見ていたちょっと お色気の <laughs> 昭和、エッチな昭和漫画ってやつですかね。その代表格であります。この、やるっきゃないとですよね。これ、吉谷さんご存知ですかね。宮洲のんきさんっていう方が書かれてるんですけども、この可愛らしい女の子が出てくる学園物なんですけども、ちょっとね、内容が、あ、開いていいページがあんまりないなちょっとギリギリ見せられるのがこういうね。とにかくね、あの、女の子が出てきて、 あの元気のいい男の子がちょっかいをかけて、まあ、なんかね毎回あの逆に絡めて脱がしていくみたいな感じで本当にバカな漫画といえばバカな漫画なんですけどもまあまあこれをねあの当時、えー、まだ10代の私は胸をときめかして見ていたわけなんですよ。で、まあ、今となっては本当になんかねしょうもなとか思うんですけどもやっぱり人っていうのは成長期とかその思春期に。 うん、いろいろとね想像したりときめくものがあるわけなんですよねその心をうまく捉えた作品だなと思って今懐かしいなと思って見てみると結構高いんですねこれねあのー、この頃の本当にね当時こっそり見ていた人が多かったと思うんですよこれをで今となってもう今は全然こういうのは抵抗がないですから ちょっとメルカリとかで買ってみようかなと思ったらやっぱりね一冊これ消費税がない頃の価格で360円なんですけどもこれ一冊1000円を割らないんですよで全巻セット7巻とか8巻だと思うんですけども9巻だったかなもう1万円切らないですね、うん、だからかなり高値で取引されてるうこうね漫画ということになってきます通常漫画って一冊5円とか10円で買い取られるはずなんですけどもこれはですね下手に今のワンピースの 中古買取価格より高いんじゃないかなと思いましたね。流通価格はワンピース一冊単価以上のものです。確実に。どうですかね。<laughs> そのぐらいのポジションがあるというね、ポテンシャルがあるということでございます。うん、内容についてのレビューは差し控えさせていただきますけども、まあ、私がね、この、やるっきゃないとという漫画に対してレビューするとしたら今みたいな感じになります。多分ね、共感する方も多いと思うんですよ。はい、次はちょっとマニアックになります。すいません。 えーとねこのナイトストーンっていう漫画,、ね、トトう漫画結構不気味な内容なんですけどもこれはね731舞台っていうのとあと麻雀っていうのと人間がすごくね余計な人がいるからそれをどう選別するかっていうのねそんなちょっとねこう暗い内容が書かれてるんですよね。 えーまあまあ、あまり細かく説明しても多分ご存じない方興味ない方ばかりだと思いますんでまあこの辺にさせていただきます簡単に言うとまあジャの漫画がかなりドラマチックになってるってことですよねで次また麻雀漫画ですいませんけども私があ、ね、20代の頃に読んでいた麻雀漫画で「アラハン」っていうのがあるんですよねこれは麻雀っていうのは最近はまあまあちょっとはねインターネットのおかげで、まあ、あの多くの方に知らされる 知られるようになってきましたけどもインターネットがない頃っていうのはマージャンってのは単なるギャンブルの道具でですねで非常に暗い世界の物語だったんですよで出てくるのはおじさんばっかりということでお色気は全然ないですしねそこに無理やりなんか美少女ヒロインを出してなぜかその美少女ヒロインがマージャンが大好きとかねマージャンが強いみたいな設定にしなければなかなかね切り開けない世界だったんですけどもまあ汗臭い話ですよね。 まあ勝ったから偉いとかね、儲かったから偉いみたいな話ばっかりです。はい、で、えー、その中でマージャン漫画の中で、いわゆる哲学的なものを漫画にしてくださったのが、桜井翔一さんが出てくるジャンキ様への道ということでね、どのようにして運を操るのか、どのようにして人間として成長していくのかってことをマージャンを通じて教えてくれる、マージャンの戦術素ではないんですよ、これ。 マージャンに対する人間の自分の考え方がそのまんま世の中に対する自分の考え方とイコールなんだよってことを教えてくれる本当に精神論の本ですよね。私のマインドセットっていうのは基本的にはここから出来上がっていると言ってもいいくらいですよね。はい、その他ですね、漫画。じゃあちょっとメジャーなものに戻していきましょうか。先書き男塾ね。 これもね、北,北斗の拳のなんかアリューとして始まったのかと思いましたけども結局は北斗の拳以上に続いてしかもねすごく人気というねなんか出てくる人がみんな筋骨隆々でなんかの憲法の専門家というね <laughs> そんなあの何、ー、ですかね喧嘩の灯台みたいなねカンフーの灯台みたいなそんな男塾でございますけどもうーん、まあ内容としてはねなんかドタバタものなんですよ。 戦って勝って感動して友達になるみたいなそんな繰り返しでまさに北斗の剣とかね「ドラゴンボールを地で行くような話で」でまあ少年ジャンプ黄金期の一つの代表的な作品ではないかなというところですね。それからねあの漫画がそろそろ終わりまして今度はこういうものになってきますね。えーこう 放射能から身を守る、ガイガイーーカウンターの選び方というね。どんなガイガ,ガイガーカウンターって数千のものから数十万のものまで出てるんですけどもなんでそんなに違いがあるのかどこの国のメーカーがいいのかってことがこれを見ると、まあ、一目瞭然ということなんですよね。はい、で他に、えー、これ石倉三郎さんの生生きに生きにるヒントという本ですよね。これもねほとんどの方は読まないと思いますけど私こういうふうな、ね、あのいわゆるおじさんの思考っていうのは好きなんですよ。 長い間地を這いずり回って汗をかきながら骨を折りながら生きてきた人のたった一つつかみ取ったね考え方そういうものに触れるのが大好きなんですよね。で最後に今更読んでいるというねこのなんか変だよねという本でございます。まあ様々ね皆さんが読んだ本読んでない本あると思いますけどもえとりあえず今日。 ご紹介したこの本というのは私が先週読んだ本でございますまあ漫画が多いんでパパパッと読めたわけなんですけどもやっぱり書籍から学ぶものって多いなと思いますよねそしてまだ読んでない本についてレビューすることもできるんだなと思いましたあ例えばですね私が今買いたいなと思ってるのは何だったっけな「仕事論2.0」じゃないやあの与沢翼さんと与沢翼さんが紹介しているあの川島和正さんの本ですかね あれ読んんででみたいいななと思うぐらいなんですけどねであの書籍に関しましては YouTube の中で詐欺師が書いてる本だっていうレビューをしてる人もいればこれはかなり使えると何年間も1億円以上の利益をメルマガで稼いでる人だみたいな感じでねレビューしてる方もいて。 えー、まだ読んでないのにいろんなレビューがあるなというのがね非常に参考になるかなというところでございます皆さんもねどんなものでもいいんで、えー、レビューしてみてはいかがでしょうかあ高級石焼き芋さんというね YouTube チャンネルのアカウントがありますけどもこれもなかなかね凡事徹底してるかなと思って私もね、えー、もうちょっとこう見ていこうかと思いますそれでは今回は以上です